お前側の裏で有名な金玉男だな。すまんが人質に取らせてもらった。今すぐ警察に行って身代金もらうから待ってろ。ちょっ僕を人質に取ったって1円にもなりませんよ今就活中なんで話してくださいうるせえ金持ってるのに就活なんかしてんじゃねえあ、もしもし、警察か。俺は強盗だ。民間人を人質に取ったから助けてほしいから1億円払い。下手な真似するなよ。もうそうだ。さっさと送れ。何すぐには金送れないならこいつはおだごつだぞ。10分やるから用意しろ。俺の電話番号は090。だ。うん。 ふぅ。しかし、お前も変な奴だな。金あるのに、なんで就活なんかしてる仕事は誰かのためにするものです。だから、こんなとこでは死んでない。ははは変わった奴だな。まあ、お前の運命は警察にかかってるぞ。うわ、来たな。おい。うわ、え ?YouTube で見てる視聴者今、防犯カメラで丸見えうわ、えこれこれ、これよく、店内が生放送されてるタイプのやつ。そうなん。ん音も聞こえるえだから、かけてきた。たまおくん、助けたいから金を送るうわ、うわ<は>、うわ、まあ、お願いします。はい。 なんやこれ、生放送されたんかいな。確かにここ、元有名な弁当屋って聞いた気がする。うわ、また来た。え玉置くんに感動した今、金送るあ、はあ、うわ、また。はいはい、元弁当屋です。ええ、はい。お金送る。やばなんか知らんけど、全国の1 2人の富豪から30億円も来た。いや、すいませんこんなにいりませんうわ、コメント欄がすごい。玉を釈放しろやばこいつ、どんだけ人望あるこいつを殺めたら、俺が怖い。うわ、ん、わかった釈放するてか金も返すこんなに運べない 釈放関係なく、金は玉尾に全部あげる玉尾の夢に全て使ってほしい。え、先ほどの住人様、みんなそうなんうわ、わかった。これは玉尾に全部やる。な、おい、玉尾、これ使っていてさ。うん。なんだこの人質、逃げろうん。やばなんか人質取られて吊るされて、知らん間に30億円もらった。あ、皆さん、ありがとうございました。えっと、とりあえず、週末、頑張ります。毎日昼12時に投稿するので、よろしければ、チャンネル登録、よろしくお願いします。これ これが人に物を頼む態度か、よろしくお願いいたしますだろう。あ、よ、よろしくお願いいたします。笑顔お辞儀、はそう。